今セラピストフェス2016で使われる会場に来ています。はい、ケンさんやガチガチさん、タイラーさんもいます。部屋はガチガチさんに私の中ではなってるんですけど、下川さん、はい、はい、大丈夫ですか。はい、すごい綺麗ないっぱい、商品が並んでます。照明たくさんです。この売り物なんですね。みんなこう置いてある明かりが、この柱は古民家から移したものだそうです。立派です。すごく素敵なお部屋になってます。このように下のこうやって上から会場を下を見ていただくこともできます。2階から見下ろす形で俯瞰で見ていただくこともできます。1階におります。照明器具のお店になってるんですね。ショールームですね。絵も飾ってあったり、手すりが、シャンデリアもあったり、とても綺麗です。はい、みんな動画を撮ってます。はい、こんな感じです。で、ピアノもあります。会場の入るとこういう形になってるんですね。こちらにベッドを置いて、今ちょっといろいろこう並んでますけれども、商品棚とかは、ちょっと寄せてくれて、ここにスペースを作ってベッドを置いて、はい、はい、ガチガチさんいますね。こちらが会場になります。今写真を撮ってたんですけれども、どこから撮ってもどこを撮ってもとっても綺麗に写ります。すごく素敵な店内です。本当におしゃれな空間ですね。ここが会場になるっていうのが聞いて嬉しかったです。こういう形で本当にたくさんの照明、シャンデリアですとか置いてあります。で、ベッドを置かれるのはこの辺、今ちょっとピアノとかありますけれども、この辺をスペースを空けて椅子とかを並べて、皆さんが間近で施術を見られるようになってます。2階に行っていただいても大丈夫で、こちらの階段上って、見下ろす形で俯瞰で、様子を見ていただくこともできます。そっか、はい、このおしゃれな店内でですね、たくさん面白そうな企画盛りだくさんでお得になりますよ。皆さん来たらよかったなと思うようなイベントになりそうです。こちらでお売りしているものとかの中からも、お得に買えるものが出てきたりとかですね。こちらの岩塩でできたランプが特別いらして会場に来た当日のみ 30% オフで買えるそうです。限定4名ですね。はい、打ち合わせが終わって新年会に行きます。とっても素敵な店内です。広々してます。可愛いおもちゃもあります。
下川さんもいますこちらもシャンデリアがありますね。これも綺麗ですね。みんなちょっと目が飛び出るぐらい高いですけど、綺麗ですね。はい、みんなで新年会で来ました。はい。はい、私もいますよ。今日は花澤さんと島川さん初対面。初対面なんですよ、この二人が。初対面が感じはしないという。はい。ね、でも確かに顔は見てますからね、そのままだなって感じですね。そうでしょ。動画ってすごいですね。すごいですね。こうやって4人集まったんですもんね。みんな変な感じ、はい、変な感じで、ケンさんは充電がなくなりました離脱しました、はい、この3人で頑張ります。花澤さんと私も2回目だもんね。そうですね、スペース東京で、ね、そうスペース東京 で、ね、東京でお会いして、ね、プリクラも撮って、そうですからね、はい、あれ以来ですよ、あれ以来です、ね、変わらないですね。今日、いやいや、昨日髪の毛をセットされたと、今年はちょっとひげを伸ばしてる、ひげも伸ばすとどうです、はい、十何年ぶりにひげを伸ばしてみました。あ、はい、じゃあ記念すべき、あ、じゃあ、え、フェスの時はもっと長めな、フェスの時も、はい、こんな感じで多分、あ、こんな感じで、はい、したいと思います、はい、ワイルドダンディ。昔あのヒゲ坊主、ヒゲ坊主とヒゲって感じでね。え、坊主だったんですか？坊主でした。イメージつかないですね。自分で割り当てて、はい、本当ですか？最近もう全然伸ばしたなって、すごい久しぶりで新鮮です。おお、本当ですね。どうでした？平さんが坊主でヒゲだった姿は。あ、まあ、知って、言えない暗黒面に落ちてたみたいな。あ、そう、タイラーさんには実はすごい過去があるんですよね。でも言わない方がいいですかね。いや、またあのフェスに来ていただければ。そういや、これはでも本当に意外な、はい、結構動画では見えてない内面がすごいんですよ、はい、奥深いんですよ。そうですよ、ね、実はこう見えてなかなかな、なかなかなものを秘めてらっしゃるという、すごいんですよ、五反田くんみたいなんですよ。そうですね、ケイさんとね、タイラーさんは一緒のマッサージ学校なんですよね。ハリキューハンマー指圧を取るっていうので、そうです。だから付き合いが10年以上、15年ぐらい、15年ですね。そうなるよね、うん、そうなるよね、うん、っていうことで、すごいですねあ、料理が出てきました。はい、じゃあまた撮りますいや、そうかな、みんなそうだと思う。いやいや、みんなは絶対ないですよこれはもうほんまマレーなタイプですよね。マレーらしいでしょこれは面白い、見放すのよ、見放すのよ、ほぼないですもん、本当。白熱してますけれども、乳輪の話です。それで YouTube アウトです。